廃回電車の駅です。駅っつったって こんなおお、すごい路面電車。へえ、こんな駅、姫松駅。ちょっとね、この辺がね、手塚山というところです。どんな町か見ていきましょうかね。これが駅だわ。駅。さあ渡っちゃおう。このね通りはまあ若干商業店舗もあるんですけどね。裏に入るとなかなか豪華な家が多いですね。まず目につくのが蔵。蔵がありますね。家に蔵。でね、結構ね、こうおしゃれな家だよね。一見平屋だけど、吹き下ろし、屋根の吹き下ろし。うん。この辺が手塚屋。これはちょっとね、教会だけど、打ちっぱなし。町自体が静かだよね。ちょっと路地はあるにはあるけど。この辺の区画になってると南側に道路がある建物なんかもほら、こんなすげえ打ちっぱなしとタイルと、ね、これなんかもなかなか高級感があるというかね。うん、ね、これなんかもうすっごいでっかい家だわ。ちなみに誰さんだろう、うん、ちょっとわかんねえや。なんか英語で書いてほら、これ隣にもうなかなかの豪邸。車庫にね、やっぱシャッターがついてるね。青山さん、もうちょっとした料亭もあるし、これお客さん来るのかな、来るのかな。の家もすごいわ、さあいくらぐらいだろう。ん、 あんみつぜんざい、しかも高ヤギさんがいるよ、ね。でね、すごい高級ケーキ、見たこともない。あ、これはすごいね。あ、ちょっと入れねえや。あ、売ってるけど、すごいね。で、この先に、トワイライトゾーンがあります。